どうも、ハリウッドザコシショウですけどもね、今日はですね、ハリウッド調整っていうイベントをですね、やりましてですね、今打ち上げ会場なんですけどもね、今何時これがね、3時半もう結構ね、打ち上げがもう終盤に差し掛かっているところでね、ね、残ってるやつがもうカスしかいないっていうね。あれはカス。うん、カスだろ。何の仕事もない。何の仕事もない。明日もう何も別に、明日支障がないやつしか残ってない。バイトもバイトもねえ。バイトもねえ。どうしようもねえやつばっか。ダラダラしちゃう。うん。もうどうしようもねえやつしか残ってないんですけどもね。水分のない。水分ない。タラタラのやつ。そうそうそう。ね。残ってるのが誰だ、錦鯉の、はい、ね、渡辺隆と、はい、アンドレハンバーグ、はい、僕です、ね、ミスターパーフェクトの大木、はい、で徳原、徳原です、ゆっくん、イエーイ、でダンボール松本、はい、で星野くん、はい、で奥村やます、で小判ザメ、小判ザメ佐藤、元気ですよ、見えてね、お前の派手な動きは見えてね、元気ですよ、うん、大丈夫ですよ、あとジャック豆山っていうね、ジャック豆山、ほんまジャックってついてましたね、このクソみたいなメンバーで酒を飲んでるっていうね、あったんですけども、どうですか、もうね、ハリウッドでもシーズン3になりまして、新しいシーズンで、ね、いろいろ変化があったわけでしょ、ありましたね、どうですか今日のライブは。いや、良かったと思います。今日は最高でしょ、盛り上がりましたね、良かったじゃないですか、良かった、本当最高ですよ、思ってねえだろお前、そんなの。ゆっくん、ゆっくんちょっと僕もセピアからね、ついに一本ネタに上げて、1本ネタだった、元の記念すべき第1回を、どうやった、どうやった、セピアに落ちた豆風呂かな風呂で嫌味かよ、これ嫌味、嫌味なんだよ、そうですよ、そうなのかよ、嫌味なんでね、1本ネタ今日気合い入れて臨んで、結果スーパーバカ滑りでしたけど、バカ滑っちゃったね、俺もいい思い出ですよ、いずれに、いい思い出、売れた頃には今年芸賞で一番滑った、そんなことないでしょ、受付のデブのババアが言ってた、デブのババア、デブのババアやめなさい、デブのババア言ってたよ、デブのババア、芸賞側の受付のデブのババア、そんな文句言ってるから太るんですよ、そのババア、デブのババアがだってコピー代払いとかって許せんだよ、ああ今ゆっくんが滑ったから、ゆっくんが滑ったからコピー代を払えて、そんなお金の取りがないですよね、トラトリューの高木さんに、あれもびっくりしましたね、生理的に無理やって言われてね、あ、ほんまや、踏んだり蹴ったりしょうがない、そうですよ、無理なんだから、無理なの、いや僕側はいい子だと思ってたんですけどね、先輩かなきゃ、歴も先輩に、はい、すいません、どうでもいいよ、いやね、お前の話はいいよ、もうなんで落とせよ、すいません、大体お前だって、お前な、ね、これで一応2軍から1軍に上がった今日のライブで、はいはい、ラップ滑るって何なんだよお前どうしようもね、出しやがって、いや一生懸命望みましたよ、望んだ、でも滑るときは滑りますよ、だからこれでこの間の、この居酒屋に来る前にちょっと、はい、道で一緒だったんだよね、はい、道で来るときにね、チャリンコで一緒だったんだけど、うん、いや今日は滑るときは滑りますね、滑るときも認めてくださいみたいなこと言われるって何なんだろう、お前滑るのを認めるんだよ、滑り予約何なんだよ、滑り予約、滑り予約予約したってこと、次の滑る、滑り予約するんですね、5月の滑りもよろしくお願いします、だけじゃないよ、次の滑りはないよ、温かく見ていただきたいんです、なんだお前パンダか、お前パンダじゃないですし、話しすいません、本当にすいません、ゆっくんが面白くねって苦情入ったじゃん、うるせえって言われたんだよ、やめとけよ、喋るのはいいですけど面白くねって僕への苦情ばっかですね、なんか爪痕残したらいいやん、そうだ、悪口言うよ、悪口悪口でした、悪口言えっていう先輩もバカだから悪口言うこと言うけよ、バカ徳原さんのバカだ、聞きたい、聞きたいよ、あれ聞きたいな、あのクックの野郎が調子に乗ってアドレス変えやがって、ツインクルでしょ、うん、そんな言っていいのかこれダメ、ダメだよね、アドレス発表したい、なんだよ、メールしとくからね、お前のメール、悪口アドレス発表したい、エンジョイサッカーって何やってんだバカ。あれ面白い。いいよいいよ。面白い。いいよ。エンジェルサッカーの後も教えろよ。
ねえ、あっともだそうだ、そこはいいよ。そこ本当に俺研修しないといけない。俺が編集しないといけなかったから。しょうもない、努力でね。ええ、大体お前も徳原今日お前バカ滑ってたでしょ。何言ってるんですか。徳原さんも滑ってたな。何言ってるんですか。ゆっくん徳原ライン。ねえ、うん、滑ってやつが多すぎるよ。そうですか、うん、そうでしょ。本当だよ。本当ですよ。本当だとしたら悲しすぎますけどね。やりきりましたよ僕は。そういうこと言っちゃう人だ、うん、やりきればいいみたいな。で滑った後に後輩に当たるんですよ。俺滑ってたよなみたいな。みんなに後輩が困る。後輩が困るやつ。そんなことないですよって言葉だけを。ああ、どういうこと、どういうこと。誘導尋問で。いやでもお前はちゃうかったよな。仲間ですよね。言うてんね。まあそれは滑ってじゃない。同じぐらいだったから。体感でね。はい、体感で。意外とガッツありますねって。折れないでね。うるせえわ。折れなかった。滑りがって、はい、で、まあ、もともと、ね、あの1軍だった人が、セピアに落ちた、落ちたっていうのはね、今回から、新しく、ね、はい、この新シーズン、1年、はい、新しいシーズンで、はい、1、2軍にちょっと入れ替えるっていう、ね、1軍と2軍をやったんですけど。でまあ、あの僕らマメフルカナフルが2軍に落ちまして。落ちましたよね。落ちましたね。どうですか。まあ徳原、ゆっくん、うん、こいつらよりも下なのかっていう。今日見た感じでね、あの滑りを。あの滑ってたやつはね。もう忍者なら奥歯でどこを噛みちぎる。死んでもう自殺。忍者なら自害です。自害。はい。忍者ならでしょ。忍者ならだから忍者じゃなくてよかったです。忍者じゃなくてみんなそうでしょ。忍者じゃないもんね。おお、結果あるんですけどね。はい、死のんでくれます。忍者じゃなくてよかったね。バカの悪魔みたいな。なんだ忍者じゃなくてよかったね。忍者になるとしたんですか。一応、はい、あの、心出したことは。心出したことはあるのか。はい、忍者になったことは、なろうと思ったことはあるの。あの、同じ事務所の高瀬さんっていう人が。ああ。ちょっと、あれは、まあ、あれはなりたくないなと思う。口に出すものは恥ずかしいやん。恥ずかしい。高瀬さん。ね、ザ・高円寺で、ちゃんとこうタオルをこう巻きながらカメラ撮ってたっていうね。そうですね。何それ何それ。え、知らないですか。カメラを撮るってなった時に、うん、わざわざ忍者の格好して撮ってて、うん、なんでそんな格好するんですかって言われたら、うん、忍びやから目立たないようにしないとみんなに目立つんで、うん、逆に目立つんで、アーシラキが、アーシラキが、あの、余計目立つでしょって言ったら、マジギレしたって。あー、えぇー。あー、すぐ本当のやべえ人じゃないですか。やべえ人だよ。本当やべえ。バンドが一回、なあ、あの年末のね、年末のね、投票用紙を持ってきてっていう時に袖にいたんですよ、高橋さん。袖に投票用紙持ってきたんですよ、結果が出たんで。それで俺、誰にも見えてないですけど、あの長州のまたぐなよっていうのを、まあ、逆にね、もうお客さんに見えてなかったですけど、ちょっとやったんですよ。そしたら、本気で何切れてるんですかって、高橋さんが、高橋さんが、もうマックスの原骨とバーコーン。え、殴られたの？原骨だよ。原骨なんですよ。原稿？原稿。不思議なもんで、バーグそこから一言も発さない。めっちゃ怖かったわけ。忍者の原骨やべえな。忍者の原骨じゃない。忍者の原骨って黙っちゃうよな。だってその人だってあれでしょ、その高瀬さんっていう人は、忍者の出るライブとかって言ってやってて。忍者の出るライブ。ね、そういうのやってて、全部バラしてやっちゃってんですよ。で、その、なんか忍者が好きなのか知らないけど、に本当の手裏剣持ってんだよね。持ってる、危ないですよ、彼。で、銃刀法違反だよね。いや、だから日本の警察は何やってるんだろう。早く捕まえろっていう。そうな。投げようとするんだから。投げようとするのを止めるっていう一くだりがあるんだよ。でそんな師匠ですら、あの、引く高瀬さんの主催ライブ、忍者も出るライブ、今度、師匠がゲストで出ます。スペシャルゲストで。やばい、頭に手裏剣が刺さるんだろうな。師匠優しいですね。いや、だからその日に、頭蓋骨に刺さるんでしょうね。その日になんか仕事入ってくんねえかなって。
思ってんだよね、願ってんだよ今。あれ出る人みんな忍者の格好せんとダメ。いやそうタオルでも巻いてんじゃん。せなあかんの、しなきゃダメ。お前渡辺のさ、はい、あのなんかハリウッド予選でブログやってんじゃん、でブログで今日は忍者の出るライブに潜入してますみたいな、はい、野田ちゃんが撮るじゃない、はい、チャーミング野田ちゃんが、はい、で渡辺がなんかコンビニの袋を忍者の頭巾に見立ててニンニンみたいなやってんじゃない、はい、あの顔はもう俺爆笑したけど目が死んでますよね。いやあれもうやんないと、やんなきゃいけないの、やんなきゃいけない、殺されます。いや厳しいね、殺される。本物の手裏剣だよ。確かに、なんかだって歯がついてんだもん。うん、やばい、すごい。すごいっすね。重いし。やだな、そんなライブ出てこねえな。でもあれやろ、500円払ったら肩焼きかなんか。肩焼きっていうなんかお菓子もらえるんですよ。え何それ。本当に硬いお菓子なの。なんかイガかなんか。でなんかジジイとかが噛むと、普通に歯が割れるかもしれない。原骨せんべい並みの。そう、原骨せんべい、そのお菓子を食べるためのハンマーが一緒についてる。ぐらいのお菓子、肩焼けとか。お菓子じゃないよ、もう。そうなんです。500円払うとそのお菓子もくれる。でもハンマーはくれないっていう。500円払うとくれるの。え、入場料と別に。入場料、あ、入場料500円払うと肩焼きも買ってもらったんですよね。あ、そうなんや。やだな、そんなライブは。いや、これハリウッド社よりもっとやばいライブはいくつでもあるってことですね。で、みんなネタやった後に企画があるんだよね。おうおう、高橋さんを忍者にしようみたいの で、 おうで、企画が全部高橋さんをなんか何秒洗面器に水つけられるかとか。おう、だからちょっと忍者に、あ、わかんないけど、マジマジの、はい、マジ忍者にさせようっていう。ボケるなみたいな。もう全然面白くないんですよ、本当に。5秒ぐらいでハーッて上がっちゃって、はい、ありがとうございましたって。5秒はもう短すぎるやん。その時の MC が気になったんですけど、もうそれを5秒ぐらい見て、はい、ありがとうございましたって終わるんですけど。そのライブに次回師匠が。いや、これ楽しみですね。出たくないよ。ほいで、なんかバーグとか出てんだろ、なんかしら、あの、うん、黒船雄二のなんかニコ動とかのなんかライブあんだろ。やってます、はい、あれはなんか、あの黒船雄二って誰です。黒船雄二ってんじゃん。黒船男児、雄二、雄二、うわ、懐かしいですね。あ、黒の雄二ね。あ、そうそう、あ、黒の、なんだっけ、ね、コンビ名、ヤシショウネマさんのモグライブ、モグライブ、モグライブっていうの、モグライブで、なんか知らないけど、それで聞いたんだけど、ちょっとなんかツイッターかなんかで聞いたんだけど、はい、なんか老人が顔面舐められな、誰かなの、対象者の顔面を老人が舐めまくるっていう、はい、バカ臭いっていう。だから罰ゲーム、いろんな罰ゲームで、あの、クロノさんの相方のヤスさんが、鼻を舐める、鼻キャンディーみたいな罰ゲームがあって、うんうん、臭そうやな。それがもう今みんな やられてて、うん、でこの前俺初めてやられて、やられた、あ、生放送中に、うん、マジゲロ入ったの。本当に無理やって。ゲロ入った。もうやばいもん。で、ドーンって押さえて、もう、で、ちょっと出て。本当に我慢できなくて。めちゃくちゃ臭いんすよ。めっちゃ臭い。めっちゃ臭い。息がね、息が、唾液が臭いんや。ジジイだもんな。ジジイ無理。地獄じゃん。ジジイ、だ、もう本当の 60とか70ぐらいのジジイに、あの、鼻舐められるんでしょ。舐められて。そうですね。マジ出ました。実はこのライブなんですけど、小バカちょっと原始人で やってまして、あの黒野さんって方から直々にオファーが来て、小バカちょっと出てくださいと、いや、それはもちろん出ますよ。うちの原始人事務所って基本あの断らないんですけど、唯一 NG 出ましたからね、このライブに。それ誰だったの？ドミニクさん。お前あんなライブ出んじゃねえ。マジで。社長見てるんだ。社長はニコ動を見てるんだ。暇だから。ゲンシンさんがね。びっくりしちゃった、これ。社長にオファー出してみる、今度。ゲンさんになってほしい。舐められてる。いや、あれは。それなんか何、じゃあ、低能なライブってこと？そう、社長は、いや、お前、出んな、ダメだって、俺のことをディスってるとかって言ってました。
言ってた。だから黒田がちょっと言ってたって言われた。あいつにだけはバカにされたくねえみたいな。うん、電子さんで黒船雄二がね、うん、まさか僕はあの言われたのダメだって言われて思ってなかったんで、じゃあしょうがない。難しいですね、このライブってものは。いやー難しいですね。誰ですか。何だよ。顔言ってるけど、言ってるけど顔映ってないから、ね。声だけ、これ顔映ってないと思う。今日顔映ってないよ。カラバドです。ただ今顔の完成度は完璧や。完璧でしょ。完璧です。どこも見よう。いやー顔の完成度だけは高いんですけどね。だ映ってねえから、ね。今顔作ったってしょうがないよ。今日は奥村はずっとこう照明音響とかやってたわけだ、うん。横に見ててどうやったの、ハリウッドで。今日か。うん。いつも通りすごい良かったんですけど。うん。誰か悪い人いたな。誰か悪い人いた感じだな。うん、ゆっくんはすごい横でいつも照明一緒にやってて、はいはいはい、その努力とネタ面白くて上がったのはいいんですけど、うん、徳原さんが、うん、このネタやってんのは、うん、あ、また今日クソ滑ってんのに一番この音響の手間かける。はいはいはい。なんで見てるためにこっち一生懸命リハ打ちしたらもう時間ないのに。こっちも滑ってる感じするもんね。トップさんのそのリハのせいで会場5分遅れたんですよ。あマジで。いやでも完璧やったね。いや滑ってたよ。今のもっていうのがちょっとあります、ね、今のも言わんで今ちょっとまあそれぐらいです。あとはもう皆さん素晴らしかったです。ありがとうございます。高かったよかった。お前が掘り下げたのにな。振ったのにこんなこと言われるなんて。皆さん素晴らしい。唯一気になったのは本当徳さん出来だけ。いや今日も楽しかった。出来だね。今日も素晴らしい出来、ね。今日はもう星野もね。そうですね。星野君も入って。星野さとし。はい、うん。はじめまして。はじめまして。まあどこの馬の骨かわからないから。まさにそうです。ただ入る前にハリウッドザコシショウは俺の飲み友達だ。仲はいいんですね。いや何回か面識ありますけど、でも来月からでもメンバーですからね。そうそうそう。芸人だと思ってなかったんですもんね。そうそうそう。ただ飲みの、天下の酒飲みだと思ってたんですよ。中ちゃんの友達かなと思ってた。大阪からまた。天下に住んでる酒飲みだ。勝手に打ち上げて。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、ね、はい、まあね、ね、いろいろいましたけど、うん、ね、まあ結果あれでしょ、うん、長友は、うん、痩せて面白くなくなったなっていう感じだな。痩せましたね。うん、師匠に痩せた豚って思える。痩せた豚だからダメだ。うん、もう俺はもうあれだ、腹破裂してね、うん、もう破裂の音を漫才中に出してくれるぐらいの方が面白かったんだけどな。もういいよバーン。うん、そうそう。本当のバーン終わり。まあそんな感じですかね。はい、じゃあまた、来月もやるんで、はい、いやそうですね。ね、皆さんよかったら来てください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。